戦後すぐの段階で様々なこの通商事件が起きたのは理由があったんだと。中国にも言い分があるんだというのが言う言葉がもうすでに書かれています。その一つがこの森島森戸さんって、これは外務省関係の人ですね。えー、この方がおっしゃったのがですね、これは陰謀暗殺群島という書かれた本の中でおっしゃったのが、まあこれは簡単に言ってしまうと、この通州というのは非常にまあ親日派の陰諸行。まあこの方がきっと 防自治政府のです、ね、リーダーなんですけれども、まあ、非常にむしろこの平和な土地だったと。ところが、なぜそうなったのかというと、えー、中国部隊を相討するために出動した我が飛行部隊が誤って第1弾を紀藤防疫自治政府傘下の、えー、すなわち我が法に属していた保安隊の上に落としてしまった。それで保安隊は自分たちを敵と見なしているんだと考えて、 これが通州事件の虐殺につながった。これはひとえに我が陸軍の責任である。というのが、この森島さんという人の意見であります。これに関しては、当時からもうすでに反論が出ております。これは北京の特務機関にいた、寺平忠彦さんという方のものです。そしてですね、確かにこれ誤爆があったことは認めています。しかし、その後細木機関長、まあ、当時の司令官は、 この方を聞くと、直ちに自動車を飛ばして、人を政府に委員長官を訪ね、陳謝するとともに、爆死者の遺族に対しては、日本軍として最善の方法を尽くし、負傷者に対しても同様十二分に療養と感謝の方法を講ずる旨を申し出した。そして27日、機関長自ら現場の視察、遺族の弔位に奔走した。 さらに、翌28日、紀藤政府に対して、もう本当に誤爆の説明を加えて、えー、彼らの異ブに勤めたと。そして、保安隊員は、真珠の、まあ、鬱屈はあったかもしれないけれども、表面立って暴発するようなことはなかったんだと。私はですね、まず、この誤爆によって彼らが怒って虐殺を行ったということに関しては、まず、合理的な説明がまず一つつかないです。誤爆によって、 彼ら保安隊が日本軍に対して怒って襲撃したと。そうであるならば、その後当然反撃されることは彼らは覚悟のようなわけですから。それこそ自分たちが殲滅されることはもう数的に明らかなわけなんです。反撃する軍が来ればですね。それなのになぜこのようなことをしたのかというのは、私は全くこのこれだけの当時の陸軍が異部工作を行い謝罪していることに対して、 わざわざこの誤爆の事件で日本軍を、しかも居留民まで含めて襲うということは理屈に合わないと思います。もう一つ、これはよく言われるのが、当時は特に、当時からそういう説はあったんですけどね、この通州にでは非常にアヘンが蔓延していた。この蔓延していたアヘンによって、当時の中国軍や中国人に恨みを買っていて、これによってこの通州事件の原因となった。 これはですね、あの、最近でも有している、いるんですけれども、まあ、これに対しては加藤康夫先生とかいろんな方が反論してますが、私はものすごく簡単に言いますとですね、当時、アヘンが蔓延していたとか、アヘンが様々ままな形で存在していたというのは、満州全土です。もっと言えば中国全土です。何も通州だけがそうだったわけではありません。そして、このアヘンが蔓延していた、これの根本的に、 運んでいたり、売り買いしていたのは、中国共産党を含む中国人です。当時、実は、日中戦争のさなか、これはあの、モンゴル人の学者の妖怪英先生という方が何度も視聴されてるんですけど、中国共産党の資金源の一つはアヘンです。もちろん、当時、日本軍にしても、また、通州のいたち土でもアヘンの使う人もいたでしょうし、 またたを売買する人もいたかもいかしれないしかしそれが虐殺とか襲撃の理由になるのだったら中国全土で同じことが起きてないとおかしいです。これは私は加藤先生の説明とは多少異なるかもしれないですがこういったことに関しては常識で考えるのが一番僕は正しいだろうと思います。ではなぜこのような事件が起きたのかこれに関しても少なくとも私は明確な証拠を持っているわけではありません。ただ その背景にある歴史的な経緯みたいなものは、いろいろと調べる必要があると思います。まず当時、先ほどの説の続きなんですけど、当時のですね、北京の特命機関がキャッチした南京放送のニュースでは、日本軍は露光橋の戦場において、我が優勢な29軍と交戦の結果、私利滅裂の敗戦に陥ってしまった。簡単に言うとですね、もう日本軍は今敗北している。 そして中国軍が勝利して、もうすでに満州や、そして朝鮮半島、また日本国に向かって引き上げようとしている、居留民まで引き上げようとしているところだと。今回の情勢をもって推移すれば、日本軍は我が河北一帯から完全に姿を消してしまうだろうそして、紹介席委員長は、近く第29軍、これがまあ近くにいた軍隊なんですけど、を挙げて、直ちに北斗を襲撃し、 義と通州を葬り、そして逆学院女校を血祭りにして、満州湿地回復の第一声を上げることを決議した。これは当時の中国国民党が出していた、まあ、はっきり言うとデマ放送です。これが意外と当時の人たちに影響を与えたいたのではないかと。祈祷の保安隊など、戦争は一体どちらが勝っているのか負けているのか、解目わからない状態の時にこういうラジオ放送があった。 彼らはもしかしたら、これをものすごく信じてしまって、あのような行動に移ったのではないか。と。そういう説が、これも当時から起きていた説です。これが最近出ている、これは産経新聞の記事から引用しています。通州事件の背後には、中国共産党の先導が存在していたのではないかと。これは産経新聞の記事ですけど、通州事件を起こした、紀藤傍教自治政府の保安隊をめぐって、国民党政権の 軍地方長官と保安隊幹部の通報が判明する一方、共産党に関してはまだ実態が分かっていなかった。しかし最近様々な資料が出てきて、河北地方での地下活動を統括した共産党のグループの工作員が、紀藤自治政府が成立直後から保安隊の隊長や幹部たちと交流をとっていて、そして共産党が 公日休国のために、保安党と共産党は一致団結しようと。そして、この通州事件を起こそうという、そのような交流をあの、計画を立てていたことが明らかになりつつある。これは産経新聞の2017年の記事です。もちろんこれもですね、私は、あの、今の段階で全てを断言しようというふうには考えていません。ただ、えー、通州事件の時期の国際情勢を考えみると、この通州事件の背景にあったものとしては、 この共産党の存在というのは確実にあっただろうというふうに思われます。これは露光橋事件と極めて滅接につながった事件だと私個人は考えております。